まずはニュースの概要は皆さんご存知かなと思うんだけど、一応おさらいしておきます。まあ、これですね、あのーまあ、若手俳優の伊藤健太郎さんという方が、ひ、ま、げ、あ、逃げをしてしまいましたよって、東京の,、ね、あの国立競技場のそばのところで、えーとまあターンもして、まあ、バイクと接触をするような形で逃走してしまったと。で、追っかけられて、まあ、諭されて戻ってきてっていうような意見になっちゃいましたね、事故じゃなくて事件と。 というような形はね、皆さんご存知かなと思いますね。まあ、ここら辺にザーッといろいろと書いてありますけど、まあ、大体ね、ずっとニュースやってるのでね、まあ、知らない方はいないかなと思います。うん。で、この容疑として今上がっていることっていう、まあ、ひき逃げっていうふうに言われてるんですけれども、実際にあの、ひき逃げっていう、その、なんていうの路交通法上の、 その違反行為とかっていうものがあるわけではなくて、まあ通称としてまあ引いて逃げちゃったっていうのがまあ引き逃げって言われるものになるんですけれども、ここであの言われてるのが要するに救護義務違反と言われるものになります。で、事故をしてしまった方。事故をしてしまった方っていうのは、やらなきゃいけないことっていうのがあります。運転する人の義務と言われるものになるんですけれども、 事故を起こしてしまった。だから運転手の義務っていうのが、まあ、事故をしてしまった場合の義務っていうのが、まあ、この、とりあえず挙げられるのが4つあります。まあ、負傷者の救護義務、あと、危険防止措置の義務、あとは、事故報告の義務、あと、現場に留まるという義務というのが、まあ、大きく言うと、まあ、4つあると。で、負傷者の救護義務っていうのは、当然ね、今回のようにバイクと車っていうのがあったら、 まあ、バイクの方の方が負傷しているということなので、その方の、まあ、安全な状態にしてあげるってことだよね、二次被害とかそういうことが起きないようにしてあげると、まあ、この今番の危険防止っていうのもね、その事故によって他の二次災害、またそこに何か突っ込んでくるとか、そういうふうにならないように、周りの交通とかそういうものに対して、まあ、事故が起きてるっていうことを知らせて、まあ、二次災害は起きないようにするっていう措置をしなきゃいけない。 まあ高速道路だとあの三角停止板を置いたり、発煙筒をたいたりっていうようなことになってくるんだけど、まあ、発煙筒は一般道ではまず使わないかなと思います。高速道路では基本的にあの発煙筒を使う必要がありますので、発煙筒はあの助手席の足元のところの端っこ、左端、ドアの方に赤い筒みたいなのがついてますので、まあ、これを使うような形にはなります。 で、3番の事故報告の義務って言われるものに関しては、これはあの警察に連絡をするってことですよね。直ちに事故が起きたっていうことをかあの、自分から自ら。まあ自分がね、怪我して電話できないっていう状況っていうのもあり得るので、まあその場合はそのね、できる方がするっていうような形にはなります。で、4番のね、現場にとどまる義務っていうのは、まあ当然ね、事故が起きたので、現場にいなきゃいけないというようなことになりますので、最低限この3 4つ。 っていうのはね、あの守らなきゃいけない、まあ、運転者の義務というような形になります。で、今回、あの、やってしまったことっていうのは、まあ、いわゆる、一番の負傷者の救護義務っていうのをまず放棄してしまってますよね、逃げちゃってるので。で、二番の危険防止措置義務っていうのは、まあ、これもね、当然防止せずに逃げちゃってると。で、三番の事故報告っていうのも逃げちゃってるからしてないと。で、四番の現場にとどまらない、まあ、四番これもやってないと。 ということは、やらなきゃいけない義務をすべて放棄して、そのまま逃げてしまったっていうようなことになるので、これはかなり重いっていうような状況になりますね。なので、えー、と逃げるとこういうことになるというようなことが起きてしまいます。まあ、これをすべて放棄したことになると、今回の場合はですね。うん で、じゃあ、引き逃げ事件とかね、そういうのは実際に皆さんもよくニュースで聞くと思うんですけれども、まあ、それがね、どういう状況、あの全体的にどのぐらいあるかっていうのは、まあ、こういう感じになります。で、二27年の白書っていうことは、26年の数字になるんですけど、まあ、引き逃げ事故が、まあ、年間で9200件ぐらい、1万件弱。だから、思った以上多分多いんじゃない ?365 日なんで、 計算すると1日にだから30件ない20何件ぐらいは、引き逃げが毎日起こってるってことですよね、20何件。うん、で死亡事故が148件なので、まあ、3日に1回以上、引き逃げ死亡事故っていうのが起きてると,ということですよね、うん。だから交通事故の発生件数が57万件あって、そのうちの1.6%が引き逃げというような形ですよね。 だからまあ100件事故があったら1件ぐらいは逃げちゃってるっていう。だから100分の1逃げるっていうことになるので、まあ100分の1って言ったら小さそうに見えるけど、意外と結構逃げるっていうことですよね。100人に1人は逃げちゃうっていう現実があるっていうことね。で、この減挙率なんだけど、まあこの減挙率に関して死亡事故の場合102.7%。 なんで100%を超えるのかっていうと、要するに継続捜査をしているので、前年、その26年の数字なんだけど、その25年とか24年とかから継続で捜査している分が検挙されたのが、まあ、26年に、統計として入ってきてしまうので、その事故の起こった死亡事故の総数よりも、の捕まる、逮捕した方の人数が多ければ、まあ、100%を超えますよっていうことで。 でまあ、重症事故の検挙率というのが72.3%というような形になっています。これもまあ、粘度をまたいでしまうので、実際にこのぐらいっていうよりも、ここで逃げあ、じゃあ3割ぐらい逃げれるのかっていったら、その翌年とか翌年とかにあの捕まっていくっていうような形にはなってくると。まあ、死亡事故の場合は、車の方にもかなり損傷は大きいので。 なのであの、証拠隠滅がしにくいっていう部分がかなりあるんだけど、重傷事故っていうふうだと、車の方にあの損傷が少ない場合も結構あるんだよね。だからドアミラーが当たった程度でも、倒れどこが悪ければ重傷事故になってしまうんだけど、そうなると、車側の方には、まあ、ほとんど傷が残ってないってなると、まあ、防犯カメラとか、周りのドライブレコーダーとか、まあ、そういうところのね、 調べて、車を。よく、あの、警察24時とかで、逃げ事故の調べるやつとかやってると思うけど、そうすると、あの、車当たりって言って、あの、車をデータベースで出して、もう、全部、その管轄エリアにある車、すべての持ち主のところに当たるとかっていう風になると、当然、なかなかすぐにはね、捕まらないので、どうしても、その検挙率は下がるよね。だから、何年か,かかってから捕まるっていうことが、 まあ多いかなっていうところがあると思います。うん、道路交通法上、その交通事故の先ほどの措置のこと、道路交通法上では、まあ、第72条っていうところに書かれてまして、でまあ、この読んでもらった通り、当該交通事故にかかる車両等の運転者、その他の乗務員、だからその他の乗務員っていうことは、助手席の人とか後ろに乗ってる人も含まれるっていうことなので、 だから一緒に同乗してるから関係ないっていうことではないっていうことだけは覚えておいてほしい。自分は運転してないからって言って、その場から立ち去るとかっていうことをしてしまうとまずいっていうことになりますので、まあ運転してる人と同じ立場だと考えてください。で、もう直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護して道路における危険を防止する等の処置を講じなければならないっていうふうにあの道路交通法には書かれてます。一番大事になってくるのが、要するにここの 直ちにっていう部分だよね、直ちに車両等の運転を停止してっていう部分が書かれてるっていうことは、もう直ちに止まらなきゃいけない。だから、ここに止めたら邪魔だからあそこまで行きましたとかっていうことは直ちにとは言い切れないので、当然、あの、何メートル先に止めたらひき逃げじゃないんですかみたいな意見があると思うんだけど、実際にあの、そういうのが書かれてるわけではない。うん。だから、直ちにってことは直ちになんで、 止まれるところで止まる。だ止まって、ここは邪魔だなって思って、動かしてから救護とかっていう可能性だったら、まあ、あるけれども、まあ、そこで直ちに車両を止めなければ、そのまま止まらずに行ってしまった。で、その先、100メーター先で止まったってなると、まあ、多分これは引き逃げになってしまうと思うので、まずは直ちにね、止まるということをしていただくっていうのが一番大事になってきます。今回、あのー、逃げてしまった。 で、引き逃げっていう項目自体はなくて、違反の内容としては、あの、救護義務違反というものになります。これはね、まあ、こういうものになります。救護義務違反。で、違反定数としては35点。かなり重いです。35点。なので、もうこの時点で一発免許取り消しです。 前、前科というか、えっ、ー、と、免許停止とか、免許取り消しとか、結核とか、そういうのが以前からなく、まっさらな方。でも、一発35点。これだけで食らいますので、だからもう必ず免許取り消しになります。どの方がやっても。なので、逃げるっていうことだけは、絶対にしないようにしてください。でですね、えっ、ー、と、免許停止。 まあ、免許停止の違反点数っていうのは、例えば、まあ、前歴、免許の、あの、免停に何回、一回もなったことがないとか、以前に一回、3年以内に一回やっなったとか、2回やったとかさ、そういうことによって違反点数っていうので、免許停止っていうのは変わってきます。まあ、この、今の、見せてるのは、まあ、前歴がないと。だから、全く免許停止を食らったことがないと、過去3年間。まあ、そういう方っていうのは、基本的に違反点数が6点から8点になると、 免許停止期間が30日。で、まあ9点から11点で60日。で、12, 12点から14点で90日。というようなのが、これが免許停止期間というものが定められてますので、まあ、起動違反とか、駐車違反とか、あと一旦停止とか、シートベルトとかね。だからそういう違反を続けていって、累積6点。なので、そこのところだけは、あの、気をつけていただくと。ね。 駐車禁止とかだと2点とかね、そあのー、制限速度違反とかでも2点とかっていう風になってくるので、それを累積すると、まあ、6点とかいっちゃうと、免許停止になっちゃいますよというような形になってきますので、うん、じゃあ、免許停止っていうのは、いつからが免許停止、あのー、要するにやってしまったにあに、あのー、おまわりさんに切符切られました、青切符切られましたとか、赤切符切られましたとか、 そういう状態になったときからもう免許停止なのかっていうと、まあそういうわけではないですよということになります。まあ書いてある通り、これが発生するのは違反を犯したときではなくて、まあ大体1ヶ月程度後に家に、その、えー、と免許証に書かれている住所でね、そっちの方に通知書が届きます。で、その後、そこに出頭の日にちが書いてあると。日時、この時間にここの警察署に出頭してくださいよと書いてあると。で、まあ書かれている通り、そこに出ていて、 で、そこであの弁明があるなら弁明をするという機会は必ず与えられています。だから納得いかないとかね、そういうことだ。うん、だからまあ弁護士さん連れてとかっていうのでもありだけれども、まあ、弁明をしてまあ認められることはま,あまずないとは思いますんで、基本的にはね。でそこであの出頭して、まあ、警察の方でまで、あ、これで免許停止っていうのが確定というふうになると、その時点から免許が停止処分となります。 のでね、そこだけ、ね、ちょっと気をつけてください。うん、ということは、ね、あの出頭時に車で行ってしまうと、そこで出頭して免許停止が確定になったとっいう状況になりますので、なので帰りは運転して,て帰るわけにはいかないよってことですよね。だからもう一人運転できる方といって、その方に帰りは運転して帰ってもらうとか、あとは、まあ、タクシーで帰るとか。 だから車で行くの、一人で行くっていうのはできないっていうことだけね。まあ,あの、皆さん大丈夫かなとは思いますけれどもね。もしかしてっていうことがあるのでね、ちょっと覚えておいてください。<music> あとはね、これもよく聞いてる、聞いたことあるんじゃないかなと思います。免許停止や処分講習っていうものがあります。免許停止になった方に対して、処分の講習を行ってくれます。これはあの 免許停止のこの講習に関しては、あの、任意になります。受けたい方は受けて。で、受けなくてもいいか、受けたくないっていう方は受けなくてもいい。で、お金がかかります。で、これを受けることによって停止期間が短縮となるとまあ、よく聞くよね。講習受けて短くなったっていう話よね。えっ、ー、とね、短期っていうのが、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、講習1回、1日受けます。で、1日受けると20日から29日、 あれ、どっか行っちゃったな。20日から29日の短縮になります。ということは30日の免許停止処分を受けた方っていうのは、この講習を受けると、まあ、一番短い方は、まあ、1日だけというような形になりますので、免許取り、ま、免許停止の期間がね。なので、あの、受ける方が、まあ、ほとんどかなとは思います。なのでね、あの、まあ、もしそういう状況になった場合は、 まあ受けてもらった方が当然いいですよね。で、まあ、中期っていうのがね、その処分が一発、最初の免許停止っていうふうだと、その30日免停、それが60日とか90日とか180日っていうのが、その違反の具合とか、累積とかで変わってきます。で、中期っていうふうになると、まあ、2日の10時間の講習を受けていただくと、その内容によって短縮が24日から30日になると。で、まあ、講習料金は2万円弱という感じですよね。 長期の方っていうのは、長期の講習っていうのは、2日間で12時間の講習を23,400円で受けると。うん。あとは、その、まあ、180日免停とか食らってる方だと、まあ、このぐらいっていうのは、まあ、まあ、その時の停止期間によって、ま、いろいろ変わってきます。まあ、たい3分の1から1 2分の1ぐらいの短縮になるっていうような形のようなので、まあ、基本的には、ま、これを受けて短縮をしてもらうというような形にはなるかなと思います。 これがね、免許停止で。免許の取り消しっていうのは違反点数が15点以上になったっていう方ですよね。うん。で、まあ、過去3年の行政処分受けてない場合。だから当然ね、過去3年間にその処分とかが、要するに累積がぐっと増えてくるとかさ、そうなってきて免許停止っていうのを受けたりすると、この点数っていうのは下がってきますので、要するに免許停止とかを受けてない、過去3年間に受けてない方っていうのは15点。 まあ累積3年間の累積で15点を超えてくる、15点以上になって、初めて免許取り消しっていう処分にはなりますので。で、免許取り消しになるとけ、必ず結核期間っていう、要するに免許取り消し処分を受けた後に、再度取得ができない期間っていうのが定められています。これはあのその点数によって変わってきます。まあ、大体3年から10年というような形ですよね。で、あのこっちもね、あの免許停止と同じで、 取り消し処分の講習っていうのがあります。これはあの必ず全員受けなきゃいけないものになります。まあ、2日間、連続2日間で13時間の講習があるというような形になります。で、これの受けましたよっていう証明書っていうのが交付されるので、この交付書を持って、結核期間が終わった後に免許を取りに行くと。この場合は自動車学校に入校して取る場合も OK ですし、 あとは、あの、免許センターに直接行って取ることも OK です。ただ、この証明書がないと取ることができないっていう形にはなりますので、だから10年だったら10年ちゃんとこれを保管しておかないと、えっ、ー、と、証明できるものがないっていう形になってしまいますので、まあ、再発行聞くのかどうかちょっとわかんないですけれども、うん、なので、こういうものが必要になってくるということになりますね。で、違反行為自体っていうものは2種類あります。 えーとね、一般違反行為と特定違反行為って言われる2種類があって、一般違反行為というのは、皆さんが普通にやってしまうようなことですよね。信号無視とか速度超過、スピード違反だよね。駐車違反とか、まあ、一旦停止無視とか、いわゆるあの点数が1点からまあ25点までの、まあ、幅が広い、まあ、本当に皆さんがやってしまうようなのがこれにあたりますで。特定違反行為というのは、特定されている違反行為だよね。ここに書いてある通り、危険運転致死傷とか、 あと酒酔いとか、救護義務違反とか、っていうものがここに当たります。で、違反点数っていうのが1件でまあ35点以上、もう最低35点以上になりますので、特定違反行為をした時点でもう一発で免許取り消しです。誰がやっても一発で免許取り消しなので、あのー、今年ね、6月から煽り運転のやつが、まあ、この特定違反行為のところに入ってきたと。あれも一発で免許取り,取り消しなんで、 これもだから35点ということになりますね。うん。なので普通の方はまず基本的にはあそこの違反に当たることはないということですね。うん、で、一般違反行為っていうのはまあ15点から45点以上で。で、まあ、結果期間が1年から5年というような形。一般違反行為でやった場合のその15点から45点という。で、特定違反行為っていうのはもう最低が35点なので、 あとは、累積もあれば、その1個の事故で積み重ねられると、トータルでっていう計算になってくるので、で、まあ、結果期間が3年から10年というような形で分かれています。なので、一般行為の、えー、と、免許停止、取り消し、要するに累積、累積、えー、スピード出しすぎ、出しすぎ、駐車違反しすぎ、しすぎで、3年間で15点になりました。で、免許取り消しになりましたっていうと、結果期間が、まあ、一番下の1年。 だから免許取り消しになって1年後には再取得が可能ですっていうことなんだよね。で、特定違反行為の場合はもう最低3年かかりますというようなことになりますね。今回の場合、あの、皆さんもね、あの、状況を皆さん見てると思いますので、えっ、ー、と、U ターンをしたというのがそもそもの、まあ事故のこの原因というか要因になってますと。で、U ターン。 あそこの場所っていうのは、前の皆さんもね、ニュースでいろいろ聞かれてるからわかると思うんですけれども、えっとですね、場所としては U ターンが禁止されてない場所になります。で、U ターンのルールっていうのが、えっとね、いつだったかな、2012年かなんかぐらいに、道路交通法が改正されて、えっとですね、U ターン禁止でない場所では U ターンできるっていうことになりました。だから要するに、えっと、右折、レーンがあるところ、 とかで、まあそこ,この場所っていうのは、右折が禁止の場所になります。直進と左折の標識があるので、右折は禁止になってるんですけど、今の道路交通法で行くと、U ターンと右折は別物になるので、右折が禁止なだけで、U ターンは OK になります。なので、OK というよりは、禁止をされてないって言った方がいいってことなんですよね。 なので、U ターンする行為をあそこで違反として取ることはできないのかな。まあ状況がわからないので、ただあそこの U ターンは禁止ではないということが、まあ、言えるんじゃないかなとは思います。で、U ターンもね、ちょっとね、いろいろありまして。 これもね、法定横断等禁止違反と指定横断等禁止違反と U ターンっていうのは2種類ある。要するに展開禁止だね。U ターンっていうふうに表記されてないので、展開っていう形で表記されてるんだけども、この法定横断等禁止違反っていうのは、要するに U ターン禁止の標識とか表示がない。だから今回の場合はこれに当たるよね。禁止の表示や標識や表示がない。っていうことだよね。で、下のと指定っていうのは、 U ターン禁止の標識や表示がある場所で U ターンをしてしまう場合っていうことで分かれてます。U ターンをした場合、その時に違反としてなる場合ね。で今回は上の法程横断等の方になるので,で、こっちの方で見てもらうと、法令違反という部分で、歩行者や他の車の通行を妨げる恐れのある場合に U ターンをすると、法程横断等禁止違反になりますというふうに規定されてるんですよね。 ということは、U ターン禁止じゃないから U ターンをしたっていうことなんだけれども、結果的に向こうから来る直進の車に対して、えー、っと通行を妨げてしまってるわけだよね。妨げたことによって事故になった。っていうことだから、そういうことは、これは U ターン禁止、法定横断等禁止違反になるっていうことですよね。解釈としてはね。 U ターンをしてもいいけれども、周りの交通の妨げにならないように U ターンをしなさいねっていうのがもうそもそもなんだよね。だから要するに U ターンの標識がないとこ、常にどこでも U ターンをする場合っていうのは、周りの通行の妨げになるので、妨げにならないタイミングでやりなさいよ。だからすごく注意してやりなさいよっていうことなんだよね。下の指定横断等禁止違反っていうのも、 U ターン禁止の標識。まあ、これはね、標識があるのでしちゃいけないよってことになってくるんで、当然これはもう全くダメなんだけれども、だからそもそも U ターンっていうのは非常に危ないもんだよっていうことだけ理解をしとかないといけないってことでね、特に運転慣れてない方、でこのねあの、伊藤容疑者があの、ね、なんか警察に話したのが、道に迷った。 とかっていうようなことを言ってるっていう話だったんだけども、運転慣れてないとどうしてもあの道に迷ったっていうことになると戻りたくなるわけだよね。離れることを嫌がるので、なるべく早く戻りたいっていう風な気持ちになりやすいので、そうなると U ターンっていうのを無理やりしてしまう。そうするとやっぱりね、こういう事故につながるっていうことになるので、そういう時はもう慌てずに道なりに行きながら、今だったらね、カーナビがあるので、 カーナビに沿って、あの、新たなルートを出していくとかね、そういう落ち着いて判断するっていうことが、まあ、運転する上ではすごく大事になるというようなことになりますね。これがね、救護義務違反。道路交通法の第117条というところにあります。これは。その上から見ると、車両等の運転者が 当該車両等の交通による人の支障があった場合において、第72条、さっき見たやつだよね、救護義務の違反だよね。第1項の前段の規定に違反したときには、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。ま,あ、まずは5年以下、懲役または50万円以下。っていうような形になるんだけど、その,その2があるでしょ、下の段。で、前項の場合において、同項の人の,人の支障が当該運転者の運転に起因する。要するに、 あの、やっちゃった方、加害者側の車の運転が原因で、相手側が怪我をしてしまったということだよね。だから今回の場合は、U ターンをしたことによって、バイクの、バイクとぶつかってしまったとっいうことは、この人の支障、怪我をするっていう部分だよね。ここは、この当該運転者の運転に起因するっていうことになるので、その場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すということになると。と だから救護義務員は要するに逃げてしまうと、ここまで重くなりますよと。もうひき逃げ、基本的に逃げてしまった、その方が、あのー、亡くなるとかじゃなくても、怪我をされたっていう状況で逃げてしまった場合っていうのは、うん、ということはもうここに当てはまった時点で、まずほぼ裁判になると思ってください。だから本人がコメントかなんかで、あのぶつかったことは分かっていた。 パニックになって逃げてしまった。っていうことは、もうぶつかったっていうことが分かってる。っていうことは、もう明らかに救護を放棄してるっていうことになるので、義務違反を犯してるっていうことになりますので、なので、もうこれはか、完全にこの救護義務違反に該当してしまうだろうと。で、えっ、ー、と、昨日もうね、釈放された形でね、 あの、湾岸署から出てくるっていうところ、皆さん頭下げてるところなんかも見られたんじゃないかなと思うんだけれども、通常だと、交流を延長して、20日間の交流をして、取り調べをして、で、検察側が、あの、起訴するっていうふうな形なんだけれども、今回の場合は、もうその場でもう本人が戻ってきていて、で、本人が全てを認めていて、ドライブレコーダー、で、本人の車にもドライブレコーダーがついていると。 で、本人の車自体ももう警察に当然押収されてると。だからもう証拠も隠しようがないし、誰かに証拠隠滅を頼む必要性も全くない事件になるわけだよね。この場合は自分で起こしたものになるのでね。ということは、口裏合わせも何も起こしようがないと。で、本人も全面的に認めてるというような状況なので、検察側ももうこれ以上、あの、交流して調べることがないよと。だからもう、 あ、わかりました。もうこれで、もう調べたので、あとは調子を取って、あとは起訴をするというような形で、これで釈放に機能なりましたよと。通常だったらそれはありえないんだけど、もう全面的に認めてるっていうことですよね。まあそういう形で、まあなりましたよということなので、なのでね、あの皆さんもね、あの、パニックになっちゃうってことはあるとは思いますけれども、 基本的にはねあの、一番やってはいけないことですということだけね、よく覚えておいてください。どれだけひどいことをしてしまったのか。当然あの、車を運転するっていうことになったら、一番や,やらなきゃいけないことっていうのはその、救護するってことなんだよね。車が一番上の立場になってしまうんだよね。車、バイク、自転車、歩行者って並べておると、 車がどういう状況でも一番安全をしなきゃいけなくて、一番強いものになってしまうから、だから車に乗ってるっていうことは、事故があった場合っていうのは、必ずそこら辺はあの頭の中に入れとく。だからパニックになったから逃げるじゃないよね。頭の中にちゃんと入れとけば、パニックになっても逃げるっていう判断は、もう自分にとってプラスになることは何一つないわけだ。だから今回の伊藤容疑者に関しても、 あそこで止まってたら、あの、人身事故で、その時ニュースにはなるよね、当然。ね。その今の売れ出し、売り出し中のさ、ねえ、若手俳優が人身事故っていうふうにニュースにはなると思うんだけれども、ただそこできちんと救護義務とかをしていれば、これは防げたよね。ということはその時に、 あの後でね、会見とかで謝罪して、すみませんでしたっていうなら言ってもらっていいし、ね、この状態だったら、まあ、年内自粛とかさ、もしあれだったら、事務所側がするとかあったかもしれないけど、まあ、そういうことをしておけば、まあ、そのまま普通に今後の俳優人生っていうのも、多分普通にあったんじゃないかなとは思う。だけど、その時のパニックになってしまった。っていうふうに、もう逃げてしまったということをやっちゃったことによって、 もう自分が今まで頑張ってきたことっていうのは全て水の泡になってしまうと。で、周りにもかなりね、迷惑をかける。まあ当然、怪我させ、ね、怪我をさせてしまった方に対しても。だから逃げてしまって、ああいう交通量の多い場所でやったっていうことだから、あの、当然後ろからの人がさ、追っかけてて捕まえてきたっていうのがあるから、まだ良かったけど、あれが誰もいなかったら、多分、彼は逃げるよね。あの状態でも逃げるんだから。<laughs> うん。 そうなったら、その、もしかしたらね、亡くなってたかもしれないってことになっちゃうよね。うん、うん、その時は生きてて、すぐに救護義務を果たしてれば、映画だけで済んだかもしれないのに、あの、救護しなかったことによって、二次災害に遭うとか、そのままね、生き絶えちゃうっていう可能性もあるわけじゃん。うん、うん、そうなってくるとね、やっぱり、あの、お互いにすごく辛いことになってしまうので、心の中に、あの、もう逃げるってことだけを絶対に持たないように。 してください。ね。<laughs> 自分にとってね、もう相手にとっても、すべての人にとっても、全くプラスにならない。だから頭の片隅にでも必ず、あっ,って思ったら止まる。うん。っていう頭がないと、パニックになった時に逃げちゃうん。ああ、うん、嘘って言ったらもう、わって言っちゃうと、人間、あの、一歩踏み出して逃げちゃうと、止まれなくなっちゃうよね。もう逃げちゃってるから。だから10メートル、20メートル行っちゃったら、 サーッと行っちゃうよねどうしようどうしようって言ってるうちに車は進んでってしまうのでだからやっぱりその瞬間的にばってなった時でもやっぱすぐにこうブレーキを踏んで止まるっていう意識を持っといてあげれば、まあ、今回みたいに逃げるってことはなかったかなとは思うのでなのでねあの皆さんもね気をつけてくださいこういうことにならないようにね、うん、とっても大変なものになります今後大変なことになります <music>